あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は、ナポリタンのおかずパン、ナポリパンです。いただきます。パッカーね、ナポリタンって挟んでんだけどね、うん、これいつもね買ってくるパン屋さんのパン屋ね、粉屋さんのパン屋ね、パン屋さんじゃなく製粉会社がパンを卸売りしてんねん。給食のパンとか喫茶店とかに卸してるパンやねんけど、このパンやねんけど、これ10本で100円、1本10円。何でも買ってきた。ちょっと待ってね。はい、電話買ってきて、ね、食べます。あ、うん、うん、おいしい。このパンね、さっきも言ったけど10円やね、1本。パスタも安いでしょ。うまいね、うん、ね、うん、今はなんかね、いろいろね、家でやれる企画も考えて、外でやれる企画も考えて、いろいろねやっていきたいけど、なかなかうまいことね回す難しいの。ちょっとまあ面白いこと考えてるんだけどね、いつ行けるかわからないけど、うん、行ってこようと思って、うん、一人でやってるでしょ。なら、なかなか企画が思うかばいいんじゃん。こうやってね、企画を出してくれるスタッフがおったらすごいいいな。やっぱりもう一人 YouTuber 見てたらね、スタッフがアイディア出してね、いろいろやったりね、そういうのが伸びる秘訣やと思うわ。あ、でそれをクリエイターは自分で全力で楽しむ、うん、でも企画から考えてね、でもやっとったら大変、楽しむどころじゃなくなってくるんだよ。だから、あれ、面白い店見つけて食べたいもん、こんなんあんねやとか、美味しいねって言えるのも自分一人探してなかなか見つからへん。それをね、こう見つけたり企画してくれたら行って全力で楽しむ、うん、それが一番ちゃうかなと思うね。いつかね、本当にスタッフが何人かいてる、うん、YouTuber になりたいな。名前ばっかりのね、動かへんスタッフは仕方ないからね、やっぱりちゃんと動けるスタッフが欲しいね。うん、うん、今ね家族がスタッフやから、家族っていうのはね、あんちゃんの事情もよく分かってるから、その上で企画作ってくれるから、なんもしない、うん、やっぱり自分一人よりもこうスタッフ企画って結構面白いよ。やってて面白いしね。ここに全く
ね、事情のわからない他人のスタッフがいると、またそれはそれで面白くなるかもわからん。つうか、他人のスタッフがいるのもいいかなと思ってんだけどね。まあ、それは稼げてから。いや、入れたら稼げんのかな。どっちがさっきやろね。まあ、物事には先行投資ありきやと思うよ。先行投資ないものには伸びはないと思う。まあね、ゼロ円投資でゼロ時間投資で稼げんやったらみんなやってるよね。これレバレッジって言って、レバレッジをかけることによって伸びは違う。だから、0円企画よりも10円企画、10円企画よりも100円、1000円、10万、10万、100万、1000万かけたらかけるだけリターンは大きいね。投資も一緒やねんけど、結局企画も投資なんや思うけどね。だからね、いろんなとこ行くのも大事だと思うわ。うん、日本って手前ように見えて広くって、知ってるように思って知らんとこっていっぱいあるよ。だからなんていうのかな、今やれることを全力でする、それしかないんで。だからね、ほんまこの奈良県内、近畿、奈良だけでも知らんもんっていっぱいあるし、行ったことないもんもいっぱいある。そこ開拓もええねんけど、でもやっぱもう奈良とか近畿とかっていう枠から飛び出して、日本全国、日本から飛び出して外国っていうのもいろいろね、ネタはいっぱいある。だからネタはゴロゴロあんのよ、 YouTuber って。でもやっぱり投資する金額って必要やってくるね。だからね、もう早くね、ほんまに一本の動画上げるだけで20万、30万って見られるような配信者になる。そこが大事やから、そのためにも今投資が大事かなと思うよね。まあ、その投資のためにあっちゃんはね、頑張ってやっていくしかないかなとは思ってるんでね。まあ、投資のないものにリターンはないと思いながら、今は苦しくってもね、自分に投資していかなあかんなと思うんで。だから、本当にまあ収益率下がってね、悲しい状態やけどもね、頑張ってやっていきますということで、今日のあっちゃんの、お昼ご飯ナポリパン美味しかったです、ごちそうさまでしたって思ったね。バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ナポリパン良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。今日の投資は、10、20円ぐらいです。